はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は9月21日土曜日。時刻の方は9時15分になりました。さあ、今回は、レンタル Wi-Fi ね。えっ、ー、と、ルータープランについて、えー、徹底比較、ね、各社徹底比較、第2弾として、 えーとね、小町インターネットさん、ね、もう元気なおじいな、あのー、一番、ね、おすすめしている小町インターネットさんここのページを見るともういろんなことが、ね、手に取るように分かるまとめサイトです。ね えー、ここのところからいろいろ情報をいただいてねちょっとまとめてみましたでおじい独自にいろいろ計算したりとかした表もあるのでまあ、それをまあ参考にねちょっとダダダダダダダッと見てみましょうね、えー、まあ、この小町インターネットさんね元気なおじいの説明欄にねあのいろいろリンク貼ってあるんでねともう必ずモナ w i f i 契約する前にも,も必ずここ見てねとね まあいろんな情報がこうやってありますまあチャット w i フ f i もこうやってね増えてるしねロケットモバイルとかねモナ w i ァ f i どんな時も w i フ f i とかねえモナが来てギガトラもあってててねこうやってあのいろんな情報があるのでまずはねあのいろんな質問される前にこのギガトラ w i フ f i とかモナに関してなんか特にねあの見てください、ね。 あのここを見ればもう絶対にねもう一問がなくなると思うからねはいそんなわけでねえっと今回は一緒とここだね比較対象をそんな中でちょっとねいくつかピックアップしてみましたはいえっとね今回の比較内容はえっとまあモナワイファイとギガトラワイファイそしてねえ最近話題のねチャットワイファイ そして、スペース Wi-Fi。Fi、そして、どんな時も Wi-Fi。Fi、縛りなし Wi-Fi だね。これまではね、おじいが1個前の動画でね比較してみたんだけど、このどんな時と縛りなしとね、これを追加してみました。それでね、前回の1年間の比較っていうのがね、これがあの月額料金何もない場合の1年間で、一番最初の初期費用とかはね、 1か月目のやつはあの省いてますし2か月目から13か月目までの累計で先ほどね、えー、作ったんだけども、まあ、今回ちょっと徹底比較検証なんで、あので、ー、いろいろまとめてますそれで、えーとまあ、ルータープランねルータータプランとりあえずルータープランでモナ w i フ f i の場合今現在、ねえー、元気なうちのクーポンコードを使ってもらうと手数料が、ね、0円ですとにかく、ね、0円 で月額料金が3300円の保険料がね500円です。消費税が3 0円で、初,初月支払いの金額は4 1 0四円になります。これと同じようにギガトロ Wi-Fi も今手数料0円キャンペーンやってて、月額料金は3500円です。同じものなんだけども、モナ Wi-Fi よりも200円、ね。 ちょっとお値段がよろしいです。で、保険料、初日強制のね保険料も600円とね、モナ Wi-Fi よりちょっと100円お値段がよろしいです。そんなわけで1ヶ月目の支払い合計は4426円とね、ちょっとモナ Wi-Fi には負けてるかな、300円の初日で分ね、ちょっとよろしいかなという感じです。で、最近話題のね、チャット Wi-Fi。Fi これはね、えっ、ー、と、クーポンコードを使うと月額料金は3380円になります。で、手数料がね、これが、あのー、2種類あります。これがね、あのー、事務手数料と、えっ、ー、と、あとなんだっけな、あの、玉字手数料みたいなやつ、えっ、ー、と、内手数料だっけえっ、ー、と、ほら、あの横文字のやつ、うん、と横文字の手数料、なんだっけあれが4500円なんだよ。えっ、ー、と、なんだっけな、 もう喉まで出てきて、あのちょっと出てこないね、ね事務手数料、まあ、要は分かりやすく言うと、端末登録手数料が4500円かかるので、えなので、まあその両方を合わせると、8480円ね、えー、めちゃくちゃちょっと高額だよね、でそれに保険料がね、一番最初は強制的にくっついてきます。 はい,そいうことで消費税が、ね、989円で1か月目の支払い金額は1 3349円です、ね。モナ Wi−Fi が1か月目は4104円ギガトラ Wi−Fi は4428円に対してチャット Wi−Fi は、ね、あのインフルエンサーのクーポンコードを適用したとして月額料金が安くなっても1 3349円。 らしいので、まあ、そうすると、まあ、モナ Wi-Fi とかギガタラ Wi-Fi の3倍のお値段がね、えー、必要ということになります。はい、そして、えーと、スペース Wi-Fi は手数料とかね、そういうのが0円で、月額料金3680円、ね。えー、なので、えー、支払額はね、3974円となります。安いね。 いろいろあるんだけどね、いろいろあるというのは、あとこれが魅力があるかどうかということでね、3 9 7 0円で安いんだけども、ソフトバンク回線だったら1日3ギガ制限、えー、1か月フルに使っても90ギガ、あそれかあの3日で10ギガのワイマックスのやつが来るかど、どっちかになります、これはね。 それを考えて3970円が安いかな、どうかなっていうね <laughs>、そこのところになります。モナ Wi-Fi、ギガタラ Wi-Fi はあの100ギガの容量保証があるので、100ギガ以内で止まったらあの交換してくれます。で、マ,マックスでね、ギガタラ Wi-Fi200 って言ってるけどね、そんな使えた人聞いたことがありません。ね、モナ Wi-Fi でもギガタラ Wi-Fi でも160ぐらいまでは聞いたことがあるんだけど、それ以上使った例 <laughs> を <laughs> 聞いたことがありませんね。えギガタラ Wi-Fi に言いたいのはね、 あのガルマックスとかに、ね、マックス200使えるってね、あの貯蓄記事書かせるんだったら、あのまあ、貯心だって、ここ、お金払っては、ね、やってるんだから、それはしょうがないけど、でも200を使えるその根拠とか証拠を出して、ここまで200まで使いましたよっていうね、あの情報をちゃんと証拠を出して、それを掲載してもらうように、本当ね、あのこのギガタル Wi−Fi の、ね、広告の出し方っていうのは、おじは気に入りません、正直言ってね。 えっとまあ、そんなわけで、まあ、スペース Wi-Fi は一番最初支払う金額はまあ安いんだけどもあの保険料、オプション入れなければね。でもね、まあ、そんなわけで m a x 9 0ギガ1日3ギガかあ3日で1 0ギガの縛りとなります。えー、っと続いて、ね、どんなファも Wi-Fi、ねえー、調べました。ねえー、これは 小町インターネットさんの、ね、情報から拾うと、まあ、手数料は30円ですよと、ね、それで月額料金が3480円ということで、えー、と1ヶ月目の支払い金額は6998円、まあ、約7000円ではね、まあ、ちょっとお値段が高いよねって感じで,でその代わここの場合は2年縛りの場合ですであの2年縛りで,で、あのーまあ、どんな時もは、ねえー、と3キャリア、ね、ソフトバンク AU、au えとドコモの会社でいいものを選ぶってことなんだけど実際に利用してやめ,やめたよって方はね昨日だかおっといだかコメントもらったけどほとんどソフトバンク回線しか下がらないじゃんみたいなねそういうのがありましたねで他の回線品質がも良くないとかねあのそういう噂があるよねでそこからここはもう2年縛りなんで縛りがあるんでねあので抜けるけられない、やめるときはあの1万4000円から19000円の違約金が必要です。これね 途中で2年以内でやめた場合は、医薬金がかかります。それに一方、このね縛りなし w i f i というのがあります。縛りなし w i f i はえとまあ手数料はないのかな。 で月額料金が3300円になります、えー。ただし2年以降は2800円と、ね、お値段が安くなります。で一,一番最初初支払うお金は3564円とこの中で最も、ね、一番安いです。まあ、ただ、ねあのー、ここ YMAX な,ここ、ね、なので、あのー、もしもな万が一なんかこう端末なくした場合は保証金がね ものすごいあの高額の請求になりま,すただまあ楽天レンタルサポートプラン、ね100、毎月140円入っていれば安心です、であとここは、ね、ハ,イスピード <laughs> ハイスピードが有料なんで、あの同じワイマックスでもあのハイスピードが使えないという、ね、ハイスピードを使うと、あのすごいえらい値段が高いということなので、あのまあ、ゆっくりゆっくりのんびりと、ねえー、会社に使いたい人向きとなっております。 まあそういう内容を見るとねやっぱあのモナ・ギガ・ギガトラすごいでしょ元気なおじいがねインフルエンサーねあのやってるところっていうのは大体あの負けません本当ねどこと比較しても負けない実力内容がね充実していますねここのところはね本当に負けないよだって元気なおじいがね借りるんだったらどこ選ぼうっていうそういうつもりでね あのいろいろインフレーションや,やりながらね、ぐち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 言ってるんでね、おいが魅力を感じないんだったら、みんなにおすすめできないわけだから、おすすめできるようにしてるのがこの2社です。ね、で、えっ、ー、とね、ここのよいしょと、これをね、えっ、ー、と、ちょっと2画面にするのがね、ちょっとこれがね、ええ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 と、ちょっと待ってね、2画面にした方が分かりやすい。 かなちょっと待って。あ、でも、あれだな。分かりにくいな。画面が上下半分になっちゃうから。えー、っとねん。待てよ。半分なんないかな。ちょっと待って。えー、っと、左右に。あー、これか。ちょっと待って。こうか。あー、やっぱちっちゃくなっちゃうね。めっちゃちっちゃくなるね。ちょっと待ってよ。こうすると、お大丈夫かな。ちょっと待ってね。えー、っと、で、こっち側を。 でカスタム領域にして、よいしょと。はい、しょっと。一生懸命作ったんだよ。よいしょ。それで、えー、っとこう、こうすればいいのかな。こうかな。よいしょ。大きさがちょっと違うね。よいしょ。こん、あ、これ,これぐらいだよね。これだね。うん、はい。 えっとね、まあちょ,ちょっと見にくいかもしれないけれども、おー、モナー Wi-Fi で、月額料金のこれがちょっと消えちゃってるから、もうちょっとね、これ、ここ,こ、ここ、こういう、ここちょっと待ってよえっ、ー、と、こっち側にして、これ、もうちょっと月額料金、こうしたらね、これ,これでいいなだね。はい、それでこっち側にいじればいいのかな。はい、えっ、ー、と、これだったらね、何が何かわかるでしょう。はい、えっ、ー、と、それぞれこれね、 えっとま、この総支払額1ヶ月目の支払額がこうやってあるんだけどすべ、えー、てオプションなしの値段を割り出しています一番安く借りれる、ね、あの状態の月額料金をここで出していますオプション加入してる方はこれよりも高くなるんだけど最安値で借りられる状態がこの値段だと思ってください各ねそれで、えー、この値段を 12ヶ月使えた場合、この1ヶ月目のじゃなくて、2ヶ月目から13ヶ月目までの12ヶ月を、単純にこの一番最安値、2ヶ月目からの最安値を12ヶ月にすると、この値段になります。はい。で、これを見ると、モナ Wi-Fi が4万2768円で、で、面白いことに、この縛り出し Wi-Fi ね、 えこのマ m a x の遅いやつしか使えません。これが4万2768円で、これ同じなんだよね。同じ値段なんだよ。で、このモダ Wi-Fi はソフトバンク会社で100ギガ保証。で、おじいのところの方向で160ぐらいまではね使えたよという報告はあります。縛り出し Wi-Fi の場合はマ m a x でね、遅いです。 あと、y、ワイマックスだったら3日で10ギガあるんでしょ。どうせね。そんな感じの値段と同じということになります。どっちのほがどこなんだろうね。で、2番目に安いのがここかな。チャット Wi-Fi かな。チャット Wi-Fi が3650円ということになります。月額料金ね。毎月の支払い。えっと、そして3番目が、 こっかな3758円なんで、どんな時も Wi-Fi、ね、2年縛りがあるところです。で4番目が3780円ね、ね気ガたら Wi-Fi になります。で、一番この中で最も高いのがスペース Wi-Fi ということになります。ね、スペース Wi-Fi は、ね、他の、ね、あのなんかの ね、情報サイトを見るとね、安い安いって書いてあるけど、一番高いんだね、こうやって見るとね。で、えー、このこれ、あのー、これのね、えっ、ー、と、12ヶ月の累計を見ると、まあ、これの12ヶ月なんで、えーその、この順番通り同じです。で、その差額がね、えー、結構大きくなります。一番安いところは4万2768円で、一番高いところのスペースが、 4万7 6 9社円なんで12か月分の支払いを見ると5000円ぐらいのね差がついてきますそしてえっとここだね次はねえっとこの13か月の累計ということで今ここでえっと一番最安値の月額料金を12か月分割り出しましたでそこにこの1か月目の,この事務手数料込みのこの値段をねこの値段を 足します1ヶ月目から 13, 13ヶ月目までの累計の金額がこちらになります。はいえー、とモナ WiFi が4万6872円が13ヶ月後の累計の支払うお金になります。えー、もちろんこれは、ね、オプションをなしにして最安で借りた場合の最低の支払い金額になります。えー、と縛りなし WiFi も、ね、4万6872円 332円ということで、ちょっとこっちの方がね安くなるんだね、コっちがね。で、モナ w i f i は4万6872円ということなんで、この中でやっぱり最もね、ソフトバンク回線では最も安いかなという感じになります。しかも100ギガ保証があるしね。 でギガトラ Wi-Fi は4万9788円ということでまあモナ Wi-Fi に比べたらねちょっと3000円ぐらいねお値段差がついてしまいましたまあこの差というのは月額料金の200円と一番最初の保険がね100円高かったのとまあそれぐらいの差かなねあのまあここの差はもう月額料金の差が、ね 200円出てしまってる。以上、まあしょうがないよね。うん、はい、そしてえっ、ー、とチャット wi-fi ね、えー、この中でやっぱ最も一番ね。13ヶ月使ったら最もお金を一番払うのが。 本当、あ桁違いでね、5万7154円が、これがチャット Wi-Fi になります。えっ、ー、と、モナ Wi-Fi と比べた場合、13か月から言うと、4万6872円に対して、チャット Wi-Fi は5万7154円なんで、えー、なんと1万円以上ね、ね、えー、高く支払うということになります。今現在ね、えー、今入った場合ね。 だ5万円台でもね1万円以上の差がつくってことだよこ、ね、と、まあギガトラ Wi−Fi と比べたらその差は8000円ぐらいなんだけどモナ Wi−Fi と比べると1万円以上の差がつくっていうことになります、はい、そして、ねえー、とスペース Wi−Fi1 日10ギガかね1日3ギガ制限のところこの条件のところでも13か月目に払う金額は5万1667円となります はい、そしてね、どんな時も w i フ f i これは2年縛り、ね、ショフトバンクばっかりつながるところで、ね、医薬金が1番4000円から1番9000円あるところですら、5万2099円ということになります。これが、ね、13ヶ月 立った時の最低料金の合計金額になります1ヶ月目のね、あのお金とあと最安の2ヶ月目から13ヶ月までの累計がこの値段になりますそうするとねやっぱり一番優秀なのがモナ Wi-Fi ではないでしょうかどうでしょうか皆さん ね、で続いてまあ4万円台でこの縛りなし w i f i があるんだけど YMAX、まあ、と、ね、ハイスピードが使えないものでまあ同等というとどっちを皆さん使いたいかというと次にまああの4万円台で借りれるといったらまあギガトラ w i f i だよね。 えー、トラちゃんも、ね、今、事務手数料10円で頑張っているので、ね、月額料金こそモナワイファイよりは200円高い3500円なんだけどでも業界の中から見ると本当に、ね、ソフトバンクの会社100億保証でしかも、ね、あの発送から3週間は全額返金保証ついています、ねえー、と契約したクレジットを取り消してくれます、でその代わり手数料として1080円、ね。 え引かれるんだけども引かれるっていうか新たに請求されることになりますねえ。でも安いでしょう。めちゃめちゃ安いでしょう。ね。元気なおじいとのコラボステッカーもいただけます。で、まあ同じまあほぼね同等百ギガプランソフトバンク回線で使えるんだけど、まあチャットワイファイはねあの十三ヶ月後の累計を見てもね、え五万七千百五十四円なので。 あのどうしてもね1万円以上の差がねついてしまうモナワイファイと比べてでこれがねえっとまあ月額料金がまあモナワイファイは,いいは3300円に対してチャットワイファイは3380円と80円値段が高いんだねただギガタラワイファイよりも120円安いんだけれどもでもあのこのね手数料がね 事務手数料とあの端末登録料とダブルで取るのがまあちょっとね大きく影響しているかなという感じです。はいまあ、クーポン使ってね月額料金安くしての値段になります。でまあスペース Wi-Fi はねえまあ5万1万一千 3, 3日10ギガかね1日3ギガ。 うーんそれで、この社なだったら、やっぱモナ Wi-Fi 選ばない理由はないよね、ということがね、このどんなときも Wi-Fi にも言えるんではないでしょうか。えー、2年縛りがあります。医薬一1万4から1万休止あります。えー、とモナ Wi-Fi は、ね、縛りがありません。えー、ギガタル Wi-Fi も縛りがありません。ねえー、それで、この値段が安いので、 逆にどんな時も w i f i を選ぶ理由っていうのはどこにあるのかなっていうね、のがおじいの疑問です。はいそんなわけでね、ねまああのあのと内容はね、ここら辺はね、うん、ねこうして、あのチャット w i フ f i の場合は、えーと、契約事務手数料が3980円。ね で、端末の登録手数料、えーね、横文字で何だっけな、これが4500円なんで、ね、丸い毛で8480円ということになる、しかもこれ税別だからね、えー、だから8千0 0円に消費税がいーって、ねあのー、8%つくんでね、で、もうすぐ10%になるんで、これは10%になったらこ、この心ここの差額がどんどん広がるばかりだと思います、これね。はい そんなわけでね、まあ、ちょっと参考にしていただければなと思います。どうだったでしょうか。ね、え今回は、あのモナ Wi-Fi、ギガトラ Wi-Fi、チャット Wi-Fi、スペース Wi-Fi、どんな時も Wi-Fi、縛りなし Wi-Fi の比較をしてみました。大体いいここら辺がね、あのまあ、有名どころというか皆さんが興味を持っているところかなと思ってねえ、小町インターネットさんを参考にさせてもらって割り出してみました。ね、あとあの、細かい内容はね、 小町インターネットさんを見てもらえれば、どういうサービスの内容なのかとか、口コミ情報がいろいろ見れるんでね、本当に参考にしてみてください。そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございます。参考になったよという方は、グッドボタンを押してもらえるとね、またこういう動画作ろうかなという気持ちになります。はい、そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。